どうも、盆栽Qです。大宮盆栽町にある東樹園さんに本日はお邪魔しております。東樹園さんは盆栽教室をやられているので、ちょっとそちらの取材をさせてもらいました。日本で初めて盆栽教室を開講した東樹園さん。この盆栽教室は火土日であればいつでも通えるシステムとなっておりまして、自分の持っている盆栽を持ち込み教えてもらうため、素材を買ってきて成形したり、手持ちの盆栽を四季に合わせた手入れができるということになっています。なんと月謝が6,000円、1日体験こちらが1500円となっております。かなりねお得で、そしてまあ学びが多いという感じですね、というような内容となってますので、興味のある方はぜひご覧いただければと思います。ここがさ、なんかどっかおかしいなっていうところを1個ぐらい使ってね、ここがね、これ下げるとか、なんか隙間稼いで、これ、はい、今やってる作業ってどういったものか教えていただけたりします？自分の持ってるもの何でもいいんです。はいはい、持ってきて、こんな高いものじゃなくて、はいはい、自分家の庭にあるやつでも、はい、何でも盆栽として作れるように教えてますから。これは持ってきていただいたものを今形を、みんな自分のものを持ってきて、はい、でここで盆栽仕立てていきます。なるほど。今若い人だったら、はい、挿し木したり、はい、種まいたり、はい、そういうのやって作っていく人もいます。我々みたいに年取っちゃったらもうお金で買うしかないからお金で買うしかないそう、時間をねお金で買うような形です、ね、これだってもう何十年経ったでしょ。そうですね。これ樹齢どのぐらいですかね。ちょっと分かんないですね。育ててないんで50年は経ってますよこれ50年、うん、これを持ってきて、持ってきたものじゃないってことですか。育ててないっていうのは、いやまあ、このほら種から育てたわけじゃないから。ああ、なるほどこれはやっぱり年のまま購入したということです、ね、若い人だったらで何でも持ってくれば大体盆栽に仕立てることはできますね、大体ね。例えば家にあるもので調子が悪くなったものとかを持ってきて、うん、ちょっと相談とかも大丈夫ってことですね。大体受け継いだ人なんかだと、はいはい、もう持ち崩しちゃうんですよ。あ、親が亡くなったりなんかして、はいはい、そういうの持ってくる人もいますけどね。なるほど、うん、管理しきれなくなっちゃったりとか。そうそうそう、管理しきれなくなって、ここに集めてるのは羅針箔を中心に置いているんですけど、はい、羅針箔っていうのは盆栽の中でも人気な種類で、うん、で自分が手をかけるっていうことで関してみると、やっぱり針箔はとても丈夫な木なので、なるほど、表現がしやすいっていうのはあるんですね。結構やっぱりやることがいろいろあるから、そうですね、楽しいってことですよね。シャリとか陣を作って、まあ、作業をしている感が、こういうやつですよね。そう、ある面白い幹をどれもしているのでそうですね。それを考えると小さくて、味があるものはそれなりの値段はするかもしれないですけど。なるほど。もうちょっと最初の価格帯の安いものをもうちょっと見せてもらってもいいですか。これなんかもう本当にただ曲げただけで手つかずですけど、こういうのを摂取してそうするとちょっと形ができたりとか、やっている感が出るかもしれない。本当に価格帯が低いのだったらこのもみじの寄せ、まあ比較的少し手かければ見えるものなのかなとは思うんですけど、それで鉢を変えてやる、ある程度剪定とあとは針金をかければ寄せ植えの雰囲気が出るかな。これが多分主観になると思うんですけどね、はい、こうやって細いのと中くらいのと、まあ、同じ鉢の中で強弱がつくので、それで、まあ、寄せ植えの雰囲気が、できたらしいですけど、この辺に古い御用松とか、まあ、足が伸びてしまってはいるんですけど、まあ、それでも針金をかけて養生してあげて、今後のことを見据えながらやっていくと、まあ、楽しいかな。
価格も低いですし、肺がんかけの練習にもなりますので。なるほど、はい、価格ってどのぐらいなんですか。まあ、3000円とか。そんなのなんで買える、まあ、幹自体古い木なので、はい、まあ、雰囲気は出しやすいかなとは思いました。足が伸びたっていうのはこの根元の部分がこう伸びてしまってるってことですか。まあ、足って、まあ、この枝が伸びちゃってるんですよね、ちょっと。まあ、足っていうか、まあ、手っていうか伸びすぎてしまっているので。なるほど。最初は見物にはなりにくいかもしれないですけど。この辺かわいい、このサイズ感がいい。あと素人としてはこういうのに憧れますけどね、こういうやつ、うん、これもあのうちの教室の生徒なんですけど。女性なんですよ。この方もやっぱり初めて10年経ってないですよね。今熱心に通って、うんうん、自分で作り上げてこの木になったんですよ。じゃあこれ売り物じゃないですね。そうですね、うん、まあ、一応見本として。いいな。この辺だからさっき御用松下にあったやつを入れたんですけど、まあ、どうしても足が伸びて手が、まあ、枝が伸びちゃってるんですけど、それなりに作って見れるようにしよう。これと葉が増えてくれば立派になりそうですよね。すごい。そうですね、芽数を増やして。うん、それは管理で増やせるってことですか。芽の、うん、そうですね。なかなか五葉松は同期しにくいとは言われてますけど、それでも芽数は増やせるので。なるほど。これなんかもこの間やった気ですけど、こうやってもう全方向に出てたんでね、うんうんうん、車枝でそれをここだけ残して、あとこう自陣にして、まあ、こうやって右から風が流れているような形にして。これやっぱ時間経つと白くなってくるんですか、こっちの。そう、あれみたいに。これは薬品塗ってるんですけどね。あ、薬品塗って白くなってる、うん、うちの教室で。ここの教室のメリットというかあれですけど、深くこう入っていけるのがいいですよね。自分の探究心のところを掘り下げて学べるっていうのがいいですね。知りたいところを教えてくれるっていう感じで考えていただければいいかなと思いますね。ちょっと足立さん、はい、教室通い始めて今どのくらい、はい、3年。あ、3年ぐらい。はい。で、もともと盆栽をやられてたってことですか。いや、全然興味はあったんですけど、はいはい、全然なかなか。あ、じゃあ盆栽歴も3年。そうですね、ちょうど世界大会、大宮で世界大会あった時に、はい、まあ、興味あったんで見に行って、その翌年からですね、ここ通い始めたの。ここの通って盆栽を学んだって、そうですね、もうまるっきりここで。それまではゼロで。ゼロです。盆栽歴3年で、さっきの盆栽とこの盆栽ってすごいやっぱ重なるというか、そのこんなに大きい木をもう扱ってるんですね。まあ、でもこれはほら、もともと自分で育てたわけじゃないし。なるほど。ある程度買うしかないですね、やっぱ先生が言ってたみたいに。結構何回でも通えるじゃないですか、月。ええ、うん、どのぐらい。まあ、大体、まあ、日曜日しか休みないんで。はいはい。日曜日はほぼ毎週ここにいます。そうなんですね。じゃ週1通って毎週盆栽でも勉強にしてるって言えば、かなり上達3年でって。まあ、全然ですよね。いやいや、この東樹園さんの盆栽教室のなんかメリットというかいいなと思うところとか。他の教室もちょっと覗いたんですけど、はい、この心拍って気が好きなんですけど、はい、あんまりこれ教材与えられちゃうとそれしかやらないじゃないですか。なるほど。そういう自分で選んでやれるのがいいなって。自分の好きな木を追求してこうできる環境ってことですかね。そうですね。他の批判だけはちょっとなるほど、ね、批判ではないですね。批判ではないね。合う合わないの話ですよ ね。でもし例えばこの動画見て自分も通いたいなって人が増えて、混んじゃったら嫌ですかね。
ね、みんな好きならいいんじゃないですかね。そうですかね。でも、まあ、やってる人増えた方がね、まあ、楽しいかなと思ってやってるんですけど、仲間も増えるし来たけど場所ないじゃんみたいな、だったら申し訳ないです。でも今コロナだからこんな状態だけど、あ、なるほど、以前はすごかったですよ。これでも場所、まあ、みんな譲り合って、へえ、あとまあ外に出たり、あ、外も、うん、ウェークエンシーズンは外で、あ、やっぱシーズンによって来る人がたくさん、そうか、皆さんあれなんですね、この付近にお住まいの、あ、でも遠くから来てる人もいますよ。松本は長野です。仙台と、まあ、なかなかこう教えてもらえる環境っていうのはね、自分じゃ持っててもわからないこともあるでしょうし ね、 そうですね。でも盆栽教室で僕が素材を持ってきたので、次の枝分かれがこれとこれになります。ガーッとして作って、はい、最初の形全然ないですね。形も変わるんですよ。茎の先端こっちも、これこちら、こっちが左、これですか。左